今日も昨日と一昨日と同じサラダ。あ、今日わかめ入れようか。わかめ、うん、今日は緑茶。お湯の量が少なかった。まだいっぱい過ぎたからそばが泳ぐ暇がないって感じ。開けれないこれ。水で洗って締めてください。アジアのスーパーで買ったやつはもう昨日食べ終わって、日本で買ってきてます。これその銀のままバッてそのそこに入れて。今日はそばとサラダ、昨日とかと一緒だけど、まあ、わかめのせた、すりごま入り、緑茶。あ、ありがとう。わさびあったんだ。いただきます。うん、なんかとても硬いかも。茹で時間がかかる。うん、ちょっと硬い。あと1個ぐらい。どうする？まつりでどうぞ。うん、このまま食べる？うまい。うん、わさびの塊食べちゃった、うん、あ、辛い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 、すごいね、賞味期限1年過ぎてんのにまだこんな辛い。
あ、それがベストじゃない。うん。で、4000。ねえねえねえ。ね、絶対この皿だと思ったの。この皿、絶対この皿だと思ったの。この皿が合うと思ったんだよ。洋館には。思わん。うん、どう思う。なんかでも後で食事足りなくなりそうだな。タンパク質はほとんど取ってない。ん？うん。あ、中にも栗ちゃんと入ってる。これ一人こういう感じ。あ、でもさ、これちょっと大きいよね。こう、こうかな。これで3切れずつぐらい。こんな感じ？あ、それ、ちょっとラップ？じゃあラップお願いします。あら、あらあらあら。いいの？パックで入れなくて。うん、だって乾いたら嫌じゃん、周りが。ラップにして パックあれ入れたらいいんじゃない？さらに、上品な羊羹、ね、上品な羊羹に、お、でかい、ごめんごめん、あれ、そっち？私が失敗、いいの？ありがとう。フォークがでかい。今度羊羹用のフォークも欲しくなっちゃうかもしれない。こんなでっかいフォークで。うん、うん、甘さが上品。ああ、緑茶いいね。なんかさ、家の中あったかいからあれだけど、外寒そうだよね。うん、めっちゃ寒かった。今だって何？マイナス10で、うん、体感16って書いてあったよ。うん、寒いね。寒いね。どこか行きたいけど、ずっと家の中にいるよ。ケベックから帰ってきて。これ、タイヤの予約してた？タイヤの予約っていつさ、明日、うん、明日学校終わって帰って、うん、ご飯食べてすぐ行かない。3時だから、うん、あれでもその間2時間ぐらい車使えないでしょ。うん、うん、ご飯食べに行く？それとも、あ、それもいいね、うん、車置いて食いしようか。うん、これ歌舞伎揚げ好きじゃない？ちょっと羊羹のアクセントに欲しいと思って。もうあったら食べるけど。え？あったら食べるけど別に自分では買わないよ。あ、そう。じゃあ貴重な日本のお菓子だから食べなくていいよ。なんかさ、韓国にもせんべいみたいなのあるけど、なんか甘いよね。あ、これもちょっと甘いかもしれない。でも、うん、やっぱ日本は美味しい。せんべい食べる？ん？いらない。
うん、うまめっちゃうまっ。今からこれ読もうと思って、これホミンが日本で買ってきた。すごくない？ホミン日本語でこれ読むんだよね、ホミンってすごいね。ね、こんなん買ってきちゃうんだよ、日本の本。